武田信武は南北朝時代の武将。武田信政の古神事に始まる、神事流武田氏の生まれ、海源氏着流外武田氏の第10代当主。海の国史によれば、生山系図を引用し質を足利高氏の命とする。室町幕府の引き付け衆にも認じられた。父、新衆の後を受けて当主となる。秋国史語であったが、 自身が秋に直接おもむいたかどうかは不明である。現行二年、昭京元年九月、現行の乱に際して、鎌倉幕府法として出陣。そのため、鎌倉幕府滅亡後に発足した、五代五天皇の兼務政権においては、東幕軍に従い戦った、開国守護、伊沢正義の後陣を排していた。兼務政権より違反した、足利高氏の軍勢催促に応じ、 県武二年に挙兵し、熊谷連閣の本拠屋野城を攻略している。翌年には上落し、足利勢と合流し主に、紀内を中心として、宮形と戦い、また、秋国内の鎮静化にも努めている。鎌倉時代後期には、秋守護として、本拠を移した、新治流武田氏に代わって改修後は、工場特捜家と結びついた諸流伊沢流武田氏が継承しており、 正義は、剣務政権に加わり外守護を安堵されたが1343年に、戦死している。正義の死後には海への介入を強め、上和二年に一連寺へ行った奇心を、はじめ海の国との関係を示す資料が見られる。将軍孫氏と、実定、忠義の対立から発生した、官能の上乱の最中には、会守護への部任を示す資料が見られ、 ただよし追悼のため会へ入国したと考えられている。高氏の信頼が厚く、高氏が天竜寺を造営しようとした際には、信濃守護小笠原氏らと造営に協力している。没年は、甲府市の宝泉寺の位牌によれば縁分4年であるが、一連寺加古町や、るをただし英語録によれば、公安2年であるという。翌年に死去し、後を、この信成が継承し、 秋守護職は、次男の指針が継承した。和歌に優れた教養人でもあり、新潜在和歌集には、信武の作品が収められている。信武のこの代で、武田宗家は三つに分離し、信成は飼い、武田氏を、指針は、秋武田氏を、後進は、京都武田氏を起こした。ありがとうございます。